インディアナ州会議事堂はアメリカ合衆国インディアナ州の州とインディアナポリスに立地する同州議会の議事堂。庁舎はインディアナポリスのダウンタウンの中心であるモニュメントサークルから西へ2ブロック、東をキャピトルアベニュー、南をワシントンストリート、西をセネートアベニュー、北をオハイオストリートに囲まれたブロックに立地している。議事堂内には インディアナ州議会の上下両院の議場のほか、州知事室、州最高裁判所、州控訴裁判所、及び州政府機関の一部が置かれている。しかし、州政府機関の多くは、セネートアベニューを隔てたインディアナ政府センター北東に置かれている。最初の庁舎は、最初の州都であった、州南部のマチコリードンに建てられたもので、現在も州の史跡として保存されている。 二代目の庁舎は旧マディオン軍地方裁判所で20世紀初頭に取り壊され建て替えられた。三代目の庁舎はパルテノン神殿を模したものであったが構造上の欠陥のため1877年に使用不適とされ取り壊された。現在の庁舎は三代目の庁舎の跡地2888年に建てられたもので五代目の庁舎にあたる。 この庁舎は1975年に国家歴史登録財に登録された。コリードンの中心部に残る九州会議児童1816年にインディアナが州に昇格した時、その州とはコリードンであった。最初の州会議児童庁舎はもともとは1813年にインディアナ巡州の議事堂として建てられたライムストーン造り一辺40フィートの正方形。 二階建ての質素な建物であった。建設は初期の巡州議会議員であったデニス・ペニントンの経営する会社によって3年の歳月を費やして行われ、その建設費用1500ドルはハリソン軍の住民が支払った。建材となったライムストーンは近場の採石場で切り出されたものであった。完成当時、この庁舎は州で最大級の建物であった。 この庁舎は当初3部屋を有していたがすぐに手狭になり州の行政各局を入れるための建物を通りの反対側に建てることを余儀なくされたこの庁舎の1階にはインディアナ州議会会員が2階は狭い廊下を隔てて2部屋に分かれており1部屋に州議会上院がもう1部屋に州最高裁判所がそれぞれ入っていたこの庁舎は1824年に放棄され ハリソン郡の地方裁判所に転用された。この庁舎は現在でも保存されており、州指定の史跡となっているとともに、国家歴史登録財にも登録されている、コリードン歴史地区の一角を成している。1824年12月に州政府がインディアナポリスに移転した時、州政府はマリオン郡地方裁判所内に置かれた。この地方裁判所の庁舎はインディアナポリスが 新しい州都に決まった後、1822年に州の財政支出で建てられたものであった。この庁舎は12年にわたってインディアナ州会議事堂として使われた。当時のインディアナポリスは最も近い主要な入植地からでも約60マイル離れた辺境の地で大規模な建設は現実的ではなかった。インディアナポリスへの戦闘は困難なものであった。当時、 コリードンからインディアナポリスまでは、馬で11日を要した。その上、コリードンとインディアナポリスを結ぶ道はなく、インディアナポリスを目指して北へ向かう一行は、冬の深い森の中を入馬車で長い列をなして進んでいくしかなかった。一行は、州の財源、書籍、記録文書、及び、州議会、州最高裁判所、州政府各局の備品を、 長い道中の必需品と共にすべてニ入マ車に積んでインディアナポリスへ向かったため、その体は必然的に大きなものになった。衆議会の承認のもと一行の監督に当たったのは衆の水道局長を務めていたサミュエル・メギルであった。一行がインディアナポリスにたどり着くまでには1ヶ月を要した。 集会が初めてインディアナポリスで開催されたのは年が明けた1825年1月であった。インディアナ集会議事堂の3代目庁舎1831年、インディアナ州議会は新しい集会議事堂庁舎の建設を承認した。建設費用にはインディアナポリス町内の土地売却益が充てられた。庁舎のデザインは賞金150ドルで公募され、 イシールタウン及びアレクサンダー・ジャクソン・デイビスによるパルテノン神殿を模したものが採用された。この庁舎の外観は中央の大きなドーム以外パルテノン神殿にそっくりであった。タウン及びデイビスはこの庁舎の建設を受注し予定よりも早い1835年に完成させた。この庁舎は青いライムストーンで作られ2階建てであった。1階には周知自室及び 州最高裁判所が2階の各ウィングには、州議会の上下両院がそれぞれ置かれた。この庁舎は様々な歴史的出来事の舞台となった。1865年4月30日、スプリングフィールドへ向かうエイブラハム・リンカーンの早々列車がインディアナポリスに停車した際には、リンカーンの艦隊がこの庁舎の前に運ばれ、推定10万人を超える聴聞者が集まった。 このギリシアリバイバル様式の庁舎は建設直後こそ好評であったが、1860年代に入ると老朽化が進んで醜い姿をさらすようになった。ライムストーン作りの基礎は崩れ始め、いずれ建物全体が崩落するのではないかという懸念が広まった。1867年にはインディアナ州議会会員の議場の天井が崩れ落ちた。 1873年にはどうすればこの建物を保存できるかという議論が持たれたが結局解決策は何も出なかった。やがてこの庁舎は使用不適とされ、1877年に取り壊された。1876年に三代目の庁舎が使用不適とされると、州政府はこの庁舎を放棄した。州議会は1865年にすでに建てられ、 州最高裁判所が入っていた建物に移転した。州知事及び、州行性格局は、それとはまた別の建物に移転した。州議会が移転した先の建物は、州会議事堂の新庁舎が建てられるまでの間の、暫定的な州会議事堂として使われた。1887年、新庁舎が完成するよりも前に、その仮想会はすでに州議会を収容するに、十分なスペースが、 使用可能であったため、狭い暫定庁舎から移転し、この新庁舎で集会を開催し始めた。現在の庁舎は上から見ると十字型をしている。その中央には内側がガラス張りになったドームのロタンダがあり、四つのウィングを繋いでいる。庁舎は四階建てである。一階には行政府の執務室が入っている。二階東側には、 インディアナ州議会会員のまた西側には上院の事務室が入っている。2階北側にはインディアナ州最高裁判所が入っている。7万冊の増書を誇る州最高裁判所法律図書館は3階に入っている。また3階には州議会の上下両院の議場及び州最高裁判所の法廷も入っている。4階にはインディアナ州控訴裁判所の法廷。 および15人の裁判官のうち9人の事務所が入っている。その他、4階にはいくつかの事務所と倉庫がある。この庁舎は、当初、州政府全体を収容できるように作られ、完成から数十年は、そのように運用されていたが、州政府が大きくなるにつれて手狭になり、行政各局は別の庁舎へと引っ越していった。議事堂の正面玄関前には、南北戦争時に、 インディアナ州知事であったオリバー・モートンの像が立っている。議事堂南側に立つジョージ・ワシントン像19世紀中盤のインディアナ州の急激な人口増加によって、州政府も大きくなり、以前の州会議事堂は手狭になってきていた。1865年、膨れ上がる州政府を収容するために、州会議事堂とは別の庁舎が建てられ、州最高裁判所といくつかの行政局が移転した。 三代目の庁舎が使用不適とされた1877年、州は州会議事堂の本庁舎を持たない状態になってしまい、州知事ジェームズ・ D ・ウィリアムズは現在の庁舎の建設を提案した。庁舎の建設計画は翌1878年、インディアナ州議会に承認された。三代目の庁舎が取り壊された後、その跡地に現在の庁舎の建設が始まった。 建設予算としては200万ドルが計上された。この庁舎は1888年に完成した。建約家として知られていたウィリアムズは、ここでも実際の建設費用を180万ドルに抑え、余った20万ドルを州の一般会計に変換した。この建設プロジェクトを計画し、監督にも当たったのは、元北軍淳省で土木技術者であったトーマス・エモリスらを要する。 委員会ででああっった、ま、たたま庁舎ののデザインンは地元建築家エドウィ名によるも三代目の庁舎と同じ過ちを繰り返さないように、衆議会は長年の使用に耐えうる堅牢な基礎の上にこの庁舎を建設することを要求した。この庁舎は1880年9月28日に提訴したが、名が同年2月に死去していたため、 建設中は後を引き継いだアドルフ・シェラーが監督した。庁舎の内装はイタリアルネサンス様式を踏襲した。建材にはできる限り集内産のものが使われた。ドアは襲内産のオーク材で作られ、建物全体にわたって集内産のライムストーンが用いられた。疎石は州西部のスペンサーで採掘されたライムストーンで作られた重さ10トンのブロックであった。 中央のドームは1883年に完成した。当時インディアナポリスにはまだ電力網がなかったが、この庁舎には電線がつなげられた。1887年、この庁舎は未完成であったが、集会を開催するには十分なところまで完成していたので、この議事堂で集会が開催された。庁舎が完成したのは着工から8年後。 1888年10月であった。戦闘を含めた、この庁舎の高さは78メートルで、完成当初は、州で2番目に高い建物であった。礎石の中はくり抜かれ、内部には42品を収めたタイムカプセルが置かれている。タイムカプセルの中に収められている主なものとしては、州政府全局の年次レポート、聖書、 インディアナ州産の各種穀物のサンプル、新しいコイン、地元の地図及び新聞、インディアナポリス史史の本、及び資格局のパンフレットなどが挙げられる。ロタンダのドームの内側1988年、州知事ロバート・ディーーは、州庁舎完成100周年記念行事フージャー、セレブレーション88の一環として、庁舎の改修を州議会に提案した。州議会は、 この提案を承認し、その予算として1100万ドルを計上した。改修工事は1995年までかけて行われた。改修工事中、議事堂庁舎内の大理石、見影石、およびライムストーン作りの石像、柱、ブロックはすべて清掃、研磨された。木製のものはすべて修理、もしくは交換された。中央のドームに貼られたガラスのうち、 壊れていたものはすべて交換された。庁舎内の照明は元のデザインに基づいた新しいシャンデリアと交換され、内装は塗装し直された。また、21世紀の技術を見据えた新しいデータネットワークも導入された。ジャスティスの像インディアナ集会議事堂及びセネートアベニューを隔てたインディアナ政府センター南北両胸とそれぞれの敷地内には40点を超える パブリックアートが展示されている。前日の通り、集会議事堂の正面玄関前には、オリバー・モートンの像が立っているが、その他にも、議事堂の敷地内には、ジョージ・ワシントン、若き日のエイブラハム・リンカーン、及び、トーマス・エイ・ヘンドリックスの像が立っている。議事堂庁舎内のパブリック、アートとしては、1888年の庁舎、完成時から展示されている。 アレクサンダー・ドイルの手による、それぞれアグリ、アート、コマース、ヒストリー、ジャスティス、ロー、リバティ、およびオートリを表す八体の彫刻からなる、バリューズオブシビライゼーションという作品が代表的なものとして挙げられる。その他には、1893年のシカゴ、バンコク博覧会に出品され、現在は、議事堂の4階に展示されている。 地元彫刻家に玉シューズの手によるインディアナ像や衆議会会員本会議場の東側上部壁面に描かれた高さ6.4メートル、幅12.65メートルのスピリット・オブ・インディアナという壁画が挙げられる。ありがとうございます。